さて、このレマニアの運用クロノですけれども、これはですね、文字盤が白ですね。まあまあ、なんで白かっていうことなんですけれども、これはなんかオーストラリア軍の潜水艦用だと聞いています。まあそうなんでしょう。黒い文字盤では、まあ潜水艦の中みたいな狭くて薄暗いところでは確認性が良くなかったので、かえって白文字盤にしてですね、確認性を良くしたというモデルですね。で、まあ、あのブロードアロー入ってるんですけれども、これはまあ英連邦の中のオーストラリア軍ということで入ってるようです。でちょっと開けてみます。開けるっていうか、裏側にもブロードアロー入ってますね。でこれ針、あの、なんていうの、バネ棒は、はめ殺しではありませんね。交換できるようになってます。裏蓋がスクリューバックで、こういう感じで、あの、この裏蓋は、一回、だから、あの、納印するときに、番号入ってるんですけども、それを消して新たに、番号を打ち直してありますね。まあ、結局それが、あの、文字盤も変えて潜水艦用にしたということですね。あ、珍しい時計なんですけれども、機械も、まあ、レマニアですので、クロノグラフの専門メーカーですので、いいですね。白文字盤、2つのインダイヤル、機械もですね、あのピラーウィール入った、いい機械が入ってますね。でこれがオーストラリア軍用ですね。